2月9日、愛媛県総合運動公園体育館で愛媛県ハンドボール選手権大会が開かれました。これは選手たちの競技力向上を目的として愛媛県ハンドボール協会が毎年この時期に行っているものです。この大会には県内各地から男女40チーム、およそ300人の選手が参加。各チームが1位を目指してトーナメント方式で試合をしました。また会場では小学生のチーム同士による交流戦も行われ、子どもたちおよそ100人が熱い戦いを繰り広げていました。これまでは高校1年生の大会ということで単独で行っていたんですが、今回は社会人の選手権大会を同じ会場で開催するということで、社会人の方にはチャンピオンシップ、そして高校生にとって模範となるようなプレーを見せるということで一緒に開きました。加えて小学生の方も15分という変則ゲームですけども、観客の多い会場で試合をするということで、ハンドボールにより興味関心を持ってもらって中学校高校と続けてもらいたいという趣旨で同時開催といたしました。高校1年生でハンドボール競技を始めたという選手も多いので、そういう選手にはぜひ社会人のプレーを見てもらって、自分たちもああいうふうに技術の向上を目指したいと、それは小学校にも小学生にも同じことが言えますので、そういう意味で意義の深い大会になったと思います。また観客の方もそういうことで小学生、高校生、社会人ということで、これまでの大会に比べて大変盛り上がりのある大会になりました。この日上位の成績を収めたチームは愛媛県代表として5月に行われるジャパンオープントーナメントや7月に行われる全国クラブ選手権大会などに出場するとのことです。選手たちの大会での活躍が期待されます。